他は、全漢の人。母は劉法が、皇帝に即位した時の縁王である、造太の孫の造寺で、漢の慶帝の王皇后の威府帝にあたる。長領で生まれた、武帝の時に上昇に至った。他は当映が大将軍であった時には諸相郎でまた、高貴な身分ではなく、当映にこと同等の扱いを受けた。慶帝の晩年に高貴な身分になり、中大部となった。 伝説に優れ、増加の番符などの諸書を学んだ。イフアネの王皇后は彼を懸命であると思った。慶帝後3年、慶帝が死亡し、武帝が即位すると、他は、イフアネが皇太后となったことを理由に劣行に、封じられた。他は、品格を集め、武帝に推薦した。翌立元元元年に、上昇。A1 が辞職すると、他は東映を、上昇。 自分を大尉にするよう交代号にほのめかしたので、東映は上昇となり、他は大尉に任命された。ワイナン王竜安が長安に入庁した際、他は王に、陛下に一万一のことがあれば、皇祖の最年長の孫である、大王以外の誰が後継者になれましょうと言った。王は、喜んで他、に財宝を送った。東映及び他は、呪術を好んだため、従者の長安を、 呂師大部、王像を、老中霊につけた。また、樹者の炉の猿子を招き、明道を設け、石書を廃止し、儒学の霊に基づいて、服の制度を作り、劣行を国に返すなどの策を行おうとした。しかし、東大号は功労を好んでいた上、外戚や公衆は、広告に行きたがらなかったために、彼らが、東英らを、東大号に対し中傷した。翌年、 長安が交代号への上層をやめる、よう提案すると交代号は怒り、長安、王像を退けとえ、他、を罷免した。他は退けられたとはいえ長愛を受け、しばしば進言が取り上げられた。自由に敏感な人々は、東栄から他、に乗り換えるようになり、他は、次第に傲慢になっていった。他は県元六年に上昇となった。 彼が上層した案件はすべて採下され、推薦した人物はいきなり二千国になることもあった。武帝は、君の人事は終わったか私も人を任用したいのだがというほどだった。また他、が、娼婦の用地をもらって、自分の邸宅を広げようと願ったところ、武帝は、最後には向こうまで取る気かと怒った。他の邸宅は税を極め、豊かな田園を所有し、 建てつられる宝物は数え切れないほどであった。馬優の役で責任を取らされた、王会から賄賂を受け取って、イフアネの王皇后を通じて、王会の除名を取りましたこともあった。たと、東映の親友であるカン、カオットは対立し、互いに相手を弾劾するようになった。カンオットの宴席での暴言を発端にいたは、カンオットを捕獲して死罪に当てようとした。 東映はそれを救おうと弁護したが、御子大部の官安国以下の大臣の意見も割れ、東映が武帝より問責される子にとなった。東映は、警定の遺言で政治に意見してよいと申し出たが、記録が残っていなかったため、東映も死罪とされた。元光四年に、官夫、ついで東映が処刑された。間もなくた、も全身が痛むという病となり、 武帝が霊媒師に見せたところと、ええー、勘夫が鞭打ちして、殺そうとしているのだと言った。間もなくた、も死亡した。竹康公は、この伝静かが継いだ。その後、ワ歪南王立案の反乱計画が発覚した時、王と他の会話を武帝が知ると、武帝は、もし、竹康公が生きていたら、一族皆殺しにしてやるところだと言った。ありがとうございます。